でもそんなことないですね。後半はどんどんちょっと追いつかれちゃったんで、まあちょっと、まあちょっときつかったっちゃきつかったです。念願通りって言っちゃ悪いんですけど、雨降ってくれて、でまあちょっとドライだと難しいなって自分の中で思って、まあでもレインならいけるかなっていう自信があったんで、そこでちゃんと優勝できたので、で僕ちょっと今日16歳最後の優勝できたんで、すごいそれが嬉しかったです。そうですね、今年はまあノーポイントがちょっと2回あって、それがちょっとすごくランキング的には厳しかったんですけど、まあランキングも多分 3位だと思うんですけど、というかで、まあ来年につなげることができたかなと。まあ来年はチャンピオン絶対取ってで行きたい。来年は引き続き同じ体制でやらせて。今年1年戦って、で、まあ、去年より全然いい成績を残せるようになって、まあ、でもチャンピオンは取れなかったんですけど、来年チャンピオン取るんで、また来年も応援よろしくお願いします。